にちは、S&D です。今日はボールの投げ方のアドバイスをしていきたいと思います。スパイクの動作っていうのはボールを投げる動作と同じで、肘がボールを投げるときに下がってしまうとスパイクの時も肘が下がってしまいます。スパイクっていうのは打点が高い方が有利なので、ボールを投げる時も投げやすいところから投げるのではなくて、高いところからスパイクのフォームのように意識をして投げることが一つ。もう一つが、腕だけでこういう風に投げる人が多いんですけど、肩のこのちっちゃな力、腕のちっちゃな力で投げるのではなくて、大きな背中の大きな力や腰の回旋の力を使って全身でボールを投げていく。それがスパイクにもつながっていきます。左手を上げて引く動作をすることでより回旋しやすくなります。で、左手をない状態でスイングしてこういう状態になると肩が下がって打点が下がります。肩を上げるともうちょっと打点が上がりますよね。上空でバランスを取るために左手を上げて体のボディバランスを保っていくということになります。なので、それをボールを投げる動作の時から意識をして投げていくようにしていきましょう。はい、では実際に投げていきたいと思います。先ほどの説明の通り、左手を上げて高いポイントで腰を回旋していく。左手を上げて高いポイントで腰を回旋、左手上げてポイントで、慣れてきたら逆の利き手じゃない手の方も意識しながらやっていきましょう。右手を上げて高いところで離して腰を返す。パスの時から意識しながらやってみてください。